アケボウのシュスランは、ランカシュスラン属の多年層草。ツユクサシュスランを分類上の基本種とする変種。地勢の上緑の多年草で、根元近くが越冬する。茎の株は地表をやや長く吐い、上部が斜上して、高さは5から10センチメートルになる。地上を吐う茎には節ごとに一根を出す。葉は4から5個が誤生し、卵状大型でやや多肉質となり、 長さ2から4センチメートル、幅1から2センチメートル、先端は、A 頭、基部は、左右不相性の広いくさび型から生倉型になり、長さ約1.5センチメートルになる傭兵に続く。歯に半がなく、円にシワがあり波立つ。家計を除き、全体に無毛である。夏季は8から9月。花女は直立し、3から7個の淡辺に紫色の花をやや偏って、つける。 筒とは皮新型で、長さ10から15ミリメートルになり、円にやや硬い突起状の毛がある。背角片は、長さ8から10ミリメートルの強卵形で、先端は二部頭。側下辺は、後頭皮新型で、背角片に合着する。新弁は、基部が、方状に膨らみ、角片と同調。随中は高さ5ミリメートル、約は、卵形で、単光色になる。 アケボノシュスランの和名の由来は、葉の色と漢字を織物のシュスに例えた同族のシュスランにに、花の色を明け方の空の色、アケボノに見立てたもの。日本では北海道、本州、四国、九州、奄美大島に分布し、産地の落葉樹林下に生育する。国外では南千島、朝鮮に分布する。ありがとうございます。